今日は韓国産のマンション事情についてだよ。確かにこれはヤバいだろ。どこがヤバいの？この近さ、だいぶヤバいだろ。法令違反じゃないの？日照権とかないの？ちゃんと申請されているから、問題ないよ。そうなんだな。さすが韓国産だな。じゃあ、横から見てみる？横から見ても、やっぱり近いな。日本では無理だろ。逆にこの距離で建てる、技術がすごくない？そう言われると、確かにそうだな。日本ではいらない技術だけどな。ちなみに、この赤い部屋の中がすごいよ。やばい部屋なの？お化けが出るとか？いやいや、普通に考えてよ。普通の部屋だろこれ。何がやばいの？この部屋が。何かやばい？電気消しただけだろ？同じ部屋、場所で、天気のいい昼間に、電気を消した結果だよ。あのマンションが建った後、こうなったよ。確かにやばいな。訴えられるだろこれ。北海道ぐらいの面積に、住居地区を決め、5000万人が住んでるから。マンションもぎゅうぎゅうだよ。そうなんだな。ちなみにこれを見た感想はどんな感じなの？どうやって建てたの？人権後進国やな。吸血鬼にぴったり物件。韓国の日照権は真上にしかないらしい。窓から窓へ移動できそう。隣のマンションに入り放題。ジャッキーチェンが飛んできそう。美人がいれば最高。ジャッキーチェンのやつ最高だな。他人事だから楽しいけど、住むのは絶対嫌だな。みんなジャッキーチェンが来ても、嫌だろ。そうだね。はい、今日はジャッキーチェン動画でした。じゃなくて、韓国産のマンション事情が大変なことになっていた動画でした。ご視聴ありがとうございました。